乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった第2期ですね。はい、まあ、映画化が決まってるほどの、まあ、大人気作品ですね。まあ、名前の通りですね。はい、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまったというところで、まあ、第1期がね描かれまして、まあ、このメインヒロインのねカタリナ・クラエスを中心に描いていく乙女ゲームの世界観なんですよね。だから男性キャラが非常に多くて、かつみんなかっこいいのに、さらに女性キャラクターも可愛いというところで、まあ、男性も女性もね楽しめる、まあ、非常にいい作品ですよね。まあ、今回第2期の目玉としては、まあキースのお話がね、まあ、メインだったかなっていうところですね。キースにね、まあいろいろあってこうみんなを巻き込みながらね話が展開していくんですけど、まあ第1期のねキャラクターの登場を超えて第2期ではそれぞれのキャラクター一人一人がさらに掘り下げられたといった感じの内容でしたね。非常に面白かったですね。あとまあ主題歌で言うと、アンジェラさんのですね青い春系の曲ですねの、アンダンテに恋をして、はい、これもねめちゃくちゃ面白かったですね。やっぱね乙女のルートは一つじゃないがねめちゃくちゃ良かったので、これ超えられるのかなみたいなね心配もあったんですけど、まあ、しっかりとね超える並ぶ素晴らしい楽曲でしたね。エンディングのね蒼井翔太さんのギブミラブミ、やっぱりねこの作品の魅力はね男性キャラも女性キャラも素晴らしいっていうところなのでね、まあハメフラ好きな女性オタクに見たことないんでちょっと何とも言えないんですけど、本当にね多くのファンがいる作品だなと思いますね。 A ですかね。はい、 A につけておきましょう。A が多いな。